こんにちは、整体院仙道の松浦です。動画をご視聴いただきましてありがとうございます。今回はですね、マッサージの上手い人と下手な人の違い、見分け方というお話をしたいと思います。ここでお話しする内容はですね、一般的な矯正ですね、骨盤矯正とかなんとか矯正とかっていう、カイロプラクティックのような競技の意味の整体ですよね。ボキボキ言わせたりとか、ああいうのは含みません。はい、この業界っていうのはもう本当にいろんな主義があって、もう星の数ほどありますので、そういう細かいところまでいくとね、他の先生にお前は違うって怒られちゃうので、私がもともとアーママッサージ指圧師という資格なので、指圧、特にこう指圧を専門にやってきました。はい、で私の経験上で、言わせていただくことなので、ご了承いただければと思います。はい、ではまず一つ目のポイントなんですけれども、これはですね、まず触れた瞬間から違います。触られた瞬間、例えば、あなたが肩が凝るんですって言った時に、ここですかって肩を触られた時に、こうふわっと柔らかい感じというか、弱くという意味じゃなくてですね、しっかり触ってくれてるんだけれども、何かこう安心感のある、こう包み込まれるような、安心感がある、そういう方はですね、そのまま施術を受けても、あ、案の定上手だったなっていうことが、私自身も経験があります。はい、で、下手な人っていうのはその逆に、じゃあ肩が凝るんですって言ったら、ここですかってこう指先でね、こうつまむような、こうなんて言うんでしょうね、触られた瞬間に不安になる、なんかどこか頼りないなという感じになりますね。それは潜在意識で不安になるっていうこともあるんだけれども、もう潜在意識的にもその人との、ね、相性が合わなかったり、その人が下手だったら触れた瞬間に、あなた自身の体もぐっとこう緊張する傾向があります。はい、その辺ちょっとこうよくね、こう最初に触られる瞬間をちょっと気にしてみるとですね、上手い人と下手な人でも触り方からして違うなっていうのが分かると思います。はい、でポイントの2つ目になるんですけれども、これは施術を受けている時というよりは、施術を受ける前のセラピストの動きに注目してみてください。はい、マッサージ指圧が上手い人っていうのは、無駄な動きが少ないです。無駄な動きが少ないです。はい、これどういうことかというとですね、これマッサージに限ったことじゃなくて、その人の、日常生活全般に言えることなんですが、無駄な動きがないっていうのは軸がある人、軸ができている人が多いです。そうすると、様子をよく見てると頭もね、こうあんまり動かないんですよ。軸がしっかりしているので、だから歩く時もこうスムーズにスーッとこう静かに歩けるっていう傾向があります。で逆に、無駄な動きが多くて軸ができてない時っていうのは頭がよく動きます。だから歩く時もこの上下左右、上下左右のね、こっちに歩くとしたらこういう動きも、こういう左右へのブレも結構大きくって、結構ドタバタドタバタ歩きます。はい、限られたスペースなんでね、そんなに歩く様子も見れないかもしれないですけれども、あとこれはちょっとインスピレーションの問題になってくるかもしれないんですが、軸ができている人っていうのは見てて、横から「えい!」としても動きそうじゃないんです。動かせそうじゃないんですよね。それはその人がセラピストがごついからとか太ってるからとかっていう意味じゃなくて、軸がしっかりしてる人っていうのはなんかもう雰囲気的に強そうに見えるので、こちらがグッと押してもなんか倒れそうな感じはしないんです。で逆に軸ができてない人っていうのは、えいってやったらもうポテって倒れちゃうような、印象を受けます、見るからに。これちょっと分かりにくいかもしれないんですけれども、これってすごく重要なことで、セラピストのもう、技術だけではなくても、日常生活全般がね、この人は器用かな不器用かなっていう見分ける指標の一つになります。それでは3つ目のポイントになるんですけれども、これ技術的な話ですね。技術的な話で、指圧をされた時の話になるんですけれども、上手い人っていうのはですね、垂直に押してきます。
その面に対して押すところに対して、垂直に押してきます。で、下手な人っていうのはその垂直がちょっとずれて押してきます。はい、まあ、たまにこうねずっと押してると垂直にまぐれで入ることもあるんですけれども、もうなんかこうずれてるんですよね、面に対して、こうずれて押すような感じ。上手い人っていうのは常にこう垂直に垂直に押している感じがあります。はい、で垂直に押されているとどういう感じがするかというとですね、例えばこの親指のこの、ね、指紋棒の面積が1円玉ぐらいの面積だとしたら、垂直に押されるとですね、500円玉とか、まあ、それ以上の面積に感じます。はい、でさっきのね、2番目のポイントの言葉を借りると、さらにこう軸のある人がこう垂直に押してくるとですね、よりこう広い面でこうふわっと柔らかく、でそれでいて、圧が奥まで入っているような感じがあります。はい、で逆にですね、ちょっと下手な人がやると、1円玉で押したのがやっぱり1円玉の面積でしか感じないし、ちょっとこう鋭い圧で点で入るんだけれども、奥までは圧が入ってこないっていうような印象を受けます。であとあまりこう垂直がずれてると、こう皮膚だけをね、皮膚だけをこう引っ張ってるような感じになります。こうなるとちょっともう受けてて、どうでしょう、お金ちょっと返してよっていう風な感じになるかもしれません。はい、でまあこれ余談ですけれども、視圧の世界で学校で言ってたのかな、下手な人は点で見るっていうんですね、視圧を点で見ると。でちょっと上手くなってくると、それを線で見ると、点を結んでこの線で考えるようになってくる。でもっと上手くなってくると、その線を面で考えるようになってくると、面で捉えるようになってくると、でもっともっと上達してくると、その面を今度立体で捉えるようになってくると。まさにこう 3D の世界ですよね。はい、で上手い人っていうのは常に体が立体的に、まあそうですよね、体は立体的にできてますから、立体的にこうイメージしながら押してくるので、やっぱり押されてて、すごく心地がいいんですよね。はい、以上がですね、マッサージの上手い人と下手な人を見極める3つのポイントということになります。はい、であと補足するとですね、もうこれはもう私の他の動画でも何度も言ってることなんですけれども、体の防御反応ですね、人間の防御反応っていうのをしっかり理解してやってるかどうかっていうことがすごく重要なことになってくるかと思います。はい、他のね生態っていうのは私の知らない世界もねたくさんあるので、ちょっとよくわからないですけれど、わからない部分もありますけれども、視圧に関して言うとですね、私は視圧の専門学校を出てやってましたので、この防御反応、近性防御って言い方しますけれども、これがもう一番重要なポイントになってきます。はい、ですから、受ける側がね、受けるあなたがそれをね、見極めるっていうのは難しいかもしれないですけれども、施術者はね、セラピストさんは少なくともね、人の体に触るのであれば、その部分はね、しっかり理解して、施術に当たっていただければなというふうに思います。はい、では今回の動画は以上になります。ご視聴いただきましてありがとうございました。